小田急小田原線は30日、愛好石田伊勢原駅間の線路付近で土砂の陥没が見つかった。この影響で、同線は午前10時35分頃から本厚木伊勢原駅間で運転を見、合わせていたが、復旧作業が終わり、午後3時1分に運転を再開した。ロマンスカーは全線で運転見合わせが続いている、記事全文を読む。